きで簡単にできるスーパーボールを作りたいと思います。用意するものは紙コップ2個、 PVA 洗濯のり、塩 40g、 お水 100cc、 絵の具、混ぜるときに使う割り箸です。1、お塩とお水を加えて飽和食塩水を作ります。うわ、ハマった。蓋できる。お水混ぜます。PVA 洗濯のりを1センチほどもう一つのカップに入れます。この線ぐらいかな、入れます。そして先ほど作った飽和食塩水を洗濯のりの中に入れます。ここに絵の具を入れます。好きな色で大丈夫です。赤を入れます。そしたら混ぜます。そうするとこのお箸についた白い部分がスーパーボールになります。取り出したら手に取ってくる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 丸くなるように形を整えます。水分をよく取ってスーパーボールの出来上がりです。そして簡単にスーパーボールが作れるおゆまるくんも試してみたいと思います。80度以上のお湯を用意します。そして器におゆまるくんが作るぐらいお湯を入れます。熱いから気をつけてね。あ、柔らかくなってきた。はい、ということで、ね、2,3 分経ちました。まずは透明の方から丸めてみたいと思います。揚げた時は熱いので手に取らずにキッチンペーパーもしくはタオルに取るようにしてください。揚げて冷めたらすぐ固まっちゃうので気をつけてください。まず水気を取ります。固まったなと思って形を整えたい時はもう一回お湯に入れたら大丈夫です。揚げて置いて水気を取って中に恐竜を入れたいと思います。はい、恐竜を入れます。丸めます。くる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 、すごい、見て見て、丸くなってきた。くる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 、すごい、透明の中に恐竜がおる。うわー、恐竜が転がされています。くんの手の中でコロコロコロ。あ、いい感じじゃない、どうでしょうか。でれん、かー、いい感じ。透明の方ができたので色付きの方をしてみたいと思います。これも先ほどと同じで手には取らずにタオル、キッチンペーパーに置いてください。いきます、いきます。はい、そして水気をタンタンタンと取って丸めます。くる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 、タオルの上などで転がしても水気が取れるのでいいと思います。すごい、マーブルみたいになってる。くる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 、いい感じちゃう。すごい、見て、3色、ちょっと待ってはい、どうでしょうか。見た目も可愛い3色のスーパーボールができました。可愛い、丸くできた。他にもこんなハートだったりも入れても可愛いと思います。おゆまるめっちゃ面白い。簡単ですごく楽しいです。手にもついたりしないのですごく安全で、バレーボールみたい喉に詰めると危ないので絶対に口に入れないようにしてください。はい、まず2つ目、洗濯のりと塩と水で作ったスーパーボールです。そして2つ目、これがおゆまるくんで作ったスーパーボールです。どうですか、見た目的にお塩多すぎた弾ませてみたいと思います。では1つ目から弾ませてみたいと思います。いきます。えい、あれえい、あ、でもある程度弾んでるんじゃないですか。ほら、他のもほら、あ、これ弾む、いい感じじゃない。ではおゆまるくんを弾ませてみたいと思います。いきますね。あ、すごいすごい、見て、めっちゃ弾む。恐竜、あ、どっか行った、どっか行った、どこ行った、ということで、どちらもすごく簡単で楽しくできるので皆さんもぜひぜひやってみてください。バイバーイ。